なんちゅうコテで塗っとるんやって。何そのコテは、それ本焼きのコテやろ。なんでわざわざそんな分厚いコテで塗っとんの。なんでショーも分厚いコテで塗っとるんやって。何、いつも薄塗りしとるとことか見てないの。薄塗りやよ。なんでコロ左から塗らんの。木が邪魔なんだ。木が邪魔、人の木は切っちゃダメだよ。何をしとるの。何その大器、そのコテの使い方。何や、ど真なぜとるんか。ショウ、コテ板の持ち方反対やぞ。いつまで塗っとんの。あとね、取る量が少ないんやと思うよ。違う、そこでチャって切るであかんねえって。チャって切るであかんねえって。シャーっと薄く伸ばすねん。おい、めっちゃ落ちとるやん。なんてやろ、あのね、まだ全部塗れてないのに綺麗にしようと思ったってね、ダメなんだよ。全部塗ってから綺麗にするの。さーっと適当にいっぱいバーっと塗って、あとまず一つ、あと板は濡らした方がいいと思います。今までできんかったけど、ここで塗れるようになったら何回も何回も塗れるでさ、練習になるよね。まあ結果、結論、綺麗になればいいんやで。塗り方がどうこうであれ、塗り方がいいイコール早くできるから綺麗になるんよね。コロ、まださ、そこにさ、ネタがここにたっぷり残っとるんで、それをまず伸ばせよ。これ勉強なるやろ。そうだって、これから門中とかあったら塗らなあかんやん。そうっすね、酒屋さん頼んどったら酒屋さんのお金かかるんやん。それが自分たちでできるようになったらさ、いいと思わへん。そうやろ、全部自分たちの収入でできるんやん。そうやろ。だって俺一回も教えてないもんね。教えてもらってないっす。あ、そうやろ、そっちに集中してないと。おいって。そのうちここにさ、すごい山になってかへん。とんでもないことになる。そうそう、コテを動かしてあかんよ。だ、あのコテを動かすんじゃないよ。コテ板を動かすんだよ。あと一回バシッと見本見してください。ああ、いいよ。そしたらあのそれに、うん、真似てできるの。うん、いいよ。こうやってさっきこう全部塗るんやな。それは分かるやん。あ、ここ低い
な。あそこ高いな。こんな感じでこう最後で塗るときは縦に動かせ、塗るときは縦に動かして仕上げるときは横、絶対にどのためにも。そしたらもうパパパパって塗れるよ。でいちいちこの角とかを気にしすぎなのね、うん、だから角を先にこうやって仕上げる人が多いけど、角をこうやってさっきこうやって仕上げてさ、こうやって、なんていうの、止まってる。そうそうそう。例えば本当角をさ、塗ってない程度やもん。こうやってチュ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 つけて、チュ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 適当に。で、こっちも塗れてないところこうやるとする。はい。でこうやってやるとする。ね。で、これある。これを濡らしてさ、やるだけ。で終わりや。で後からこうやって、ほんで終わりや。わかりました。わかる。わかりました。だからあっちさ、お頭。あっち触ってこっち触って、ここがあここないな、こうちゅ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 、こんなことやっとったってしょうがないわけよ。わかる？トマト一緒っすね。うん。こんなことをちょ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 、こんなことをちょ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 ってやっとったってしょうがないわけ。それはなんでしょうがないかって言ったら、例えばここにモルタルが多いのが分かるよ。多いやつを別にこっからこう持ってきて、こっちにこうやってペチャって、ドマと一緒やん。うん、ドマと一緒っすね。こうやって、多いところから少ないところをこう、あ、ここ足りてないなと思ったら、で、どうしても足らなかったら足すんや。で、その後に最後に、シャーって。ですだけ。一緒やんだから全部。ほんで、ここ角は絶対触らんよ。ちょっとこの気持ち触らんぐらい、ほんで終わりやん。ほんでまだ触る方へ逃げる。キスを無駄がないよ。発展分かった。よく分かった。無駄な動きが多いの。何の意味もないから。ほんでまた大きく結局ここ触っとるやろ。何の意味もないから。もう大丈夫です。そうやろ。もう大丈夫です。ほんで今俺5分も経ってないよ。3分ぐらいでこんだけこれしかもこれより綺麗に塗ったよ。適当やよ。はっきり言って適当やけど、濡れたわけ。ほんで何この仕上がりっていう話がじゃない。分かった。ごもっともです。ドマと一緒やって。だからドマの応用品やって。あんまりこうやってコテを俺は濡らさんかったけど、濡らすとこれ大変なこと。これ濡らした上にね、ネタのってハイボール塗ると大変なことになるんで、ね、そういうことよ。分かった。ドマもさこんだけ打ってさ、ちょん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 触っとったらしゃあないやろ。しゃあないやろ。そうやろ。それと一緒って。何ちょこっと塗って、ちょこっと塗ったとこをここにチュン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 ってやっとんの。全部打たなあかんのやろ。先打てよってなるやろ。ん？だから広い場があるときは二人で塗ったりするやろ。そうやろ。理屈やもん。だから一面もう全部仕上げなあかんの。これは広い面やで別に一人でいける。で例えばコロがバーって塗りつけて、翔くん仕上げといて、こっち塗ればいい。それができるようになったら、モルタル塗りだってことですね。分かった。それを応用元にして塗ろう。分かりましたか。今のは分かりやすかった。初めてやって教えたの。今のは分かりやすかった。それは分からんわな。それでやったら大変なことになるよ。